崎人生、愛知のマットに姿を現します。新崎が歩みを始めました。その足取りの先にある青く広がる現在の戦場、この戦いが終わるとき、果たしてその霧は晴れるのか。白装束に身を包み、清めた肉体一つを武器に、位の高い僧侶の一人、三沢光晴、その人の説法をいかに受け止めるのか。今その青い戦場に視線を落としました。網笠、そして白衣の新崎人生、深々と頭を垂れます。全日マットフル参戦、愛知のリングに今足をかけます。新崎人生、その一歩一歩の足取りがまさに天竺に近づく一歩になります。自らの意識を押し付けさせました。今そのマットに足を下ろしました。新崎人生、天竺と自らがこのマットで初めて1対1、位の高い僧侶からの説法を真正面から受け止めます。今静かに視線を落とし、集中を高めます。入場のすべての儀式が終わりました。新崎人生、全日マットに参戦して2年目を迎えています。そして今回この人生が初めて一つのシリーズ、今回はそのジャイアントシリーズになりますが、初めて通してフル参戦になります。加えて今日のこの三沢戦が全日マットで初めてのシングルマッチです。まずは上になってグラウンドの体勢、攻め込んでいる三沢、序盤腕の取り合いになっています。特別試合の60分一本勝負です。去年は暮れの最強タッグにはハヤブサとのコンビで最強タッグ戦線を大いに沸かせました。そして 5.1 東京ドーム大会では解説のジャイアント馬場さんとの対戦もありました。全日マットに上がって、そのマットの感触あるいは試合運び、さまざまな面で慣れつつはあるんでしょうが、まだその新崎人生の意識の中には霧の中、まだ先が見えない、そういった感じがするという言葉を話しています。そんな中で今日の三沢戦で、それはやっぱりもうどんどん試合を数を増やしていくことですよね、それで解決すると思いますね。なるほどね。そしてシングルマッチという、まあ、我々が見る分では非常に未知の部分の試合運びですね。上になっている新崎です。1966年の12月2日、徳島県の徳島市出身、31歳です。93年の6月にプロレスデビューを果たしました。プロとしてのキャリアは満5年を数えます。95年から96年にかけてはアメリカマットを転戦、そしてさらなる苦行を求めて去年からこの全日マットに参戦しています。押し込んだ三沢、ロープを背にしている人生、クリーンに分かれます。すでに大量の汗を額から胸から流しています新崎人生です。一方の三沢は今シリーズの最終戦武道館大会では小橋の持つ三冠に挑むという一つの大きな目標があります。三沢が人生をロープに飛ばしてショルダータックル、人生が飛んだ、おっとエルボー側転でかわした、あトラスキックかわしていった三沢、エルボーブロックかわした、おっとこの辺りの技の切り返し攻防、全日マットその選手の動きというものもかなり人生の中では蓄積されてきているはずです。そうですね、よくやっぱり見てますよね。三沢の
得意技であるそのエルボーをことごとくブロックしました人生。これはね、やっぱり疲れてきてね、何分か 10分過ぎ、15分過ぎてからこれができるといいんですよね。そこまでのスタミナがある、ね、そうですね。今日は60分一本勝負です。特別試合、初めてのシングルマッチ、新崎人生。三沢の言葉を借りますと、人生はレスラーとして好きなタイプ、非常にやりやすい相手であるということを話しています。ああ、そういう点ではね、やっぱり動きがいいですからね、その相手、その三沢のペースにはまってしまうとやりやすい選手になってしまうと思うんですね。なるほど。変な話は、僕みたいに動かしても動かないような鈍い動きの鈍い人だと、やっぱり三沢も弱いと思います。ただ自分のペースについてくる人だと、やっぱり得意になるでしょうね。なるほどね。そういう点では、新崎だって三沢は案外やりやすいタイプかもしれないですよ。ああ、なるほどね。新崎に、三沢がこの新崎を非常に評価しているという話をしますと、ありがたいお言葉ですという言葉を人生は放っています。そして今日この人生初のシングルマッチにおきまして、一つの注目点は、この人生が一つ大きな、これまで見せたことのない技をこの試合で出すかもしれないということを話しています。それが投げ技で、名前が無剣、あるなしのないに間と書いて無剣と読むんですが、名前までは分かっています。ただその技がどういう技なのか、試合展開にもよりますが、出てくるのか非常に大きな興味の一つです。顔面にヒット、エースのエルボーがこの新崎人生の顔面を捉えました。立ち上がりは静かな攻防、ただここで一瞬間が空いたところを三沢がエルボーで迎撃。人生が今場外でうずくまっています。いや、これはね、間を測ってますからね、確かにうずくまってはいるんですけども、ダメージを受けて、うずくまってるわけじゃないですからね。なるほど。このあたり、まず三沢がその人生の出方を、出鼻をくじくという展開なんでしょうか。今リングを半周してリングの中に戻ろうという新崎です。非常にね、落ち着いてますよ。はい。馬場さんはその徳島大会でタッグを結成しました。その時には非常に頼もしいやつだということをおっしゃっておりましたが、やはりそういう選手ですか。そうですね。試合運び、そして流れを読むという点では人生非常に長けたものがあります。わーっと地獄次、動きが早い、2発で倒した。人生、静寂の中に躍動があります。三沢対人生。さあセカンドロープからボディープレスは膝が待っていた。さあ先頭、110キロが落ちてきた。返しました人生。人生にはさまざまなオリジナルの技があります。念仏パワーオーム、極楽固め、輪廻、マンダラひねり、そしてあるいは拝みあたりがこの三沢戦でシングルマッチで出るんでしょうか。60分一本勝負のシングルマッチです。新崎人生、全日マット初のシングルマッチ。カバーに入った。サードロープに足がかかります。人生はこの三沢の攻撃を受けながら、その出方、攻撃の糸口を伺っているのかもしれません。立ち上がりは三沢ペース。この三沢のエルボーパスが非常に重く見えます。エルボーを振り下ろす三沢。この辺りはヘビー級のパワー、エースとしての実力をいかんなく発揮しています三沢。今日の試合を通して人生には肌で全日本プロレスを感じ取ってもらいたい、そういうメッセージを三沢は送っています。エルボースマッシュ、2発で倒れました人生。おっと、しかしカウントワンで返します。
人生がこの時間帯防戦一方だ。三沢は三冠戦に向けてもちろん気力十分です。一つの大きなステップボードにしたい、この人生とのシングルマッチを三沢はそう話しています。今日は特にこの三沢のエルボーが非常に効くように見えています。おっと、この手下げジョップで三沢がダウンだ。青コーナーを背にしています。10分が経過しました。さあ上層助で、おっと自らの臀部のあたりを三沢の首のあたりに打ち付けていきました。さあ10分の声を聞いたところから人生ペースになるか。三沢の足がサードロープ、自ら苦行を求めてこの全日マットに踏み込んでまいりました新崎人生。他団体でそしてアメリカマットでもうこれまではさまざまな業績実績を残してまいりました新崎人生。初めての全日マットシリーズフル参戦、そして初めてのシングルマッチです。セカンドロープから三沢ダイビングエルボー。序盤は腕の取り合い、中盤に入って打撃戦、三沢が今エルボーで体勢を入れ替えました。足を取った、足を取った、バックドロップ、足を抱えてそのままバックドロップを見せました人生。さあ腕を取った、腕を絡めていくのか人生、腕を三沢の腕をクロスさせた、クロスさせた、バックに回っている、ひねって、あっと極楽がために持っていこうかという人生、しかし三沢に振りほどかれました。さあ三沢が取るか、あっスライディングキック、三沢が、三沢がもう一回ロープに飛んだ、ロープに飛んだ、あっと、あっとエルボー飛べ、トペエルボー、人生に向かって飛んでいった。人生に対して全く手を緩めません。人生はなかなかペースをつかむことができませんね。そうですね、まあ、あの人生もね、やっぱり今までこれだけ強力な相手とやったことはないんでしょうと思うんですね、はい、確かに勝ち町とかでは対戦はしていますけども、別物でしょうからね、シングルマッチではね、やっぱり別だと思いますよ ね、さあ三沢が青コーナートップだ、エルボダイビングエルボ、今日はこのエルボーの切れ味が非常に鋭い三沢。三沢だってね、やっぱり気合は入りますよ、その人は、ね、団体の違う選手ですからね、負けるわけにはいきません。ましてや三沢は最終戦で三冠戦が控えています。三沢が人生を飛ばしたフライングのラリアット、苦行がまさに苦行になってきました。天竺が遠のいていってしまう感のある人生、しかしその全日マット天竺で頂点に立つには必ず越えなければいけない高い壁、三沢に去る、足を取った、足を取った、足を取った、マンダラひねり、さあここからペースをつかむか、場外に三沢、人生飛ぶか、人生飛ぶか、プランチャー、人生が飛んだ、一気に天竺まで飛んでいくことができるか人生。さあまだ手を緩めない、さあ鉄柵、トラスカート、三沢が鉄柵の向こう、ここは人生の攻めどころですがね。そうですね、さあ三沢がその鉄柵の外に出されました。リングの中でその人生が待ち受けます。三沢がこれは思いもよらない攻撃、プランチャー、あっとあっと、なんと鉄柵の向こうの三沢に向かって飛んでいった。
天時空も超えていこうな。人生の飛び技。15分が経過しています。三沢はこれは全く予期せぬ攻撃。最初の12、3分がまさに攻められっぱなしの人生。しかしこの場外戦で一気に優位に立ちました。人生が見えませんけど、どう、まあ、戻ってきましたね。今リングに戻りましたね。で三沢がまだその椅子にもたれかかっている状態です。人生はリングの中、あとしかし人生がまたリングの下におりますよ。ここでその三沢を連れ戻そうというところ。人生に大きなチャンス到来。霧がなかなか晴れないと言っていた人生の心の中、その霧を一気に吹き飛ばすことができるか。三沢に勝てば間違いなくその霧は晴れるはずだ。三沢がうつ伏せ、そのうつ伏せの三沢を起こして抱え上げた。ボディスラム、セカンドロープのバウンドを利用して、おっと、そのまま足から落ちた。ものすごい落差を利用してのストンピング、ダブルフットスタンプを見せました人生。さあ青コーナー膝をついた、トップで上がっている新崎人生。リングの中は三沢光晴だ。人生を拝んだ、人生を拝んだ。ドライファーと、あとエルボー迎撃、エルボー迎撃、三沢がエルボーで迎撃だ。フライングショルダーを見せようというところの人生、しかしエルボーで三沢迎撃、ツーカウント。あれだけの攻撃を食らいながらも三沢はまだまだ冷静です。さあリングの中央、タイガードライバーの体勢は、そのままニュートラルコーナーに押し込んでいきます新崎人生。さあ三沢が、おっと、天髄のあたりにキックをぶち込んでまいりました。振り返そうというところ、予期せぬ円髄へのキック。人生がエプロンに立っています。三沢はリングの中、人生が出方を伺っている。トップロードのバンドがミサイル引く、空中戦が出てまいりました人生。初めてのシングルマッチ、初めての四天王との対決、初めてのエースとの対決であります。さあ右の中央、じっくり拝んだ、おっとかわされた、エルボー、リンネ、リンネ、リンネ回った。人生が一回転、一気に形勢逆転か。念仏パワーボム一発目が勝った。さあ腕をクロスした、極楽に三沢を極楽に連れていくか、極楽がため、先ほどは不完全でした。しかし今回は両の腕をがっちり掴んで極楽がためを見せました新崎人生。さあこうなりますと、まだ出ていないのは念仏パワーボムと新しいまだ見ぬ技、向けがあっていいんだ。もう一発飛んだ、飛んだ人生、飛んだ。新しい投げ技の無限が出るのか、あるいは念仏パワーボムで仕留めるのか。挟んだ、拝んだ、抱え上げた、落とした、まだめ込んだ。人生天竺への一歩はまだ、天竺は遠かった。念仏パワーボムまでが出ました。あと、あとまだ見ぬ技、無限が出るのか。三沢は念仏パワーボムを2で返しました。人生がね、やっぱりここで休まずに攻めなきゃいけないですね。そうですね、そうですね。あの場外へのプランチャーから勝機のタイミングを掴んでまいりました。その人生が三沢の周りをぐるっと一周、リングの中央、三沢をさあ掴んで抱え上げた。これが無限か、これが無限か。そのまま反った、カバーに入る、あーっと中で返しました。人生は持つべき技を全て出しています。三沢はうつ伏せ、しかし人生にはあと一歩が欲しい。人生
天竺への遥かな道のり、その一歩抱え上げた、抱え上げた、これか、これか、バット、かわした、かわした、エルボー。20分が経過しました。60分の一本勝負。人生はあと一歩。初めてのシングルマッチの大金星を挙げるか。自己復帰エルボー、ローリングエルボー、ハーフターンのローリングエルボー、セカンド。さあ天竺に登ろうというこの人生、その階段を踏み外すか三沢。その階段を蹴飛ばしてさらなる試練をこの三沢が与えるか。かかとを落としていった三沢、ローリングしていった、カバーに入った、釣り感が入るか、通れ返した人生。ランニングエルボーがかわされた。決めの一手は何で持ってくるか。ローリングエルボー、あっと起こした、起こした、腕を取った、あタイガードライバー、人生昇天。三沢がスリーカウントを奪いました。天竺への道、その階段を三沢が蹴飛ばしまして、さらにその道のりを遠くしました。人生天竺への道、まだまだ険しく遥かに遠い初めてのシングルマッチ三沢戦、スリーカウントはタイガードライバーで奪われました。時代を変えるために避けては取れないチャレンジャーです。まだまだ今回始まったばっかりですけども、皆さんの声と一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。全日マット新時代到来を叫び続けてきた小橋健太に新たな試練、 10.31 日本武道館三冠戦決定。チャレンジャーはエース三沢光晴、小橋にとっては最も高い壁として君臨し続けた男。過去の対戦成績は三沢の9勝1敗1分け。三沢越えを果たしてこそ小橋が叫ぶ新時代が到来するのである。自分がですね、負けてしまったらまた元の時代に戻ってしまうと思います。時代を変えるために避けては取れないチャレンジです。まあ最強のチャレンジなんですよ、はい。まあ、小橋も今の状態でね、負けられないっていうのは、まあ前よりも全然あると思いますけどもね、俺もやっぱりまだ負けられない立場というかね、だからどっちか、まあ、気持ちの意地の問題ですよね結局は。まあ、技運はもうお互いも知り尽くしている部分がありますので、まあ、そういうところもちょっと難しいですけどね、まあ、あとは意地ですよね。だからそのハンセンの相手、エースの相手、スタン・ハンセン、ジョニー・エース、それぞれの相手、そうですね、はい、それはね、強力な外人選手、はい、ということでね、今交渉中なんでね、強力な選手が、もうとにかく今日やっぱ最強、世界最強タッグですからね、世界最強にふさわしい相手を探しているんですかね。なるほど、ハンセン、エース、それぞれの相手、10.31 日本武道館で発表します。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。